それではこちらワゴン R 用のバッテリーを入れてみたんですが、全然余裕で入りますね。ですのでステイを作ってさえあげればバッテリーを搭載するっていうことは全然可能ですね。こんにちは、蓮見です。本日は以前こちらのパネルを開けて、まあ、収納スペースがここにありますよっていうお話させていただいたんですが、その時に皆様からコメントいただいてちょっとひらめいたことがあるんですよね。こちらハイブリッド車だと、まあ、ここにバッテリーが入ってるんですけど、もしこのパネルを外した場合バッテリーを置ける金具がこの中についてるんじゃないかってちょっと思ったんですよね。部品が取り寄せられるかどうかは別として、まあ、ここのパネルハイブリッド車用にして、でなおかつ固定用の部品があれば、まあ、ここにバッテリーが搭載できる、まあ、そんな風に思いましたので、こちら本日は開けていきたいと思います。動画を始める前に余談なのですが、この収納スペースにあるこの通風路のような場所、この奥ってどうなってるんですかっていうコメントいただきましたので、こちらに関しましてはここに開けるためのまあ入れ差し込む場所ですね、こちらがありまして、入れていただいて、おっと爪が4箇所あるので奥にまあ押してこう剥がすような感じですね。これで剥がしていただくとこんな感じになっております。まあこれといって何かあるわけじゃないんですが、まあ、この裏にコンピューターなのか通信機器なのか、まあ、そういうものがあります。独断何かファンのようなものがあるとかそういうことではないですね。あとこちらの戻し方に関しましては、手前側、この手前の方ですね、手前の方を先に入れていただいて戻します。まあ、ちょっと今浮いちゃったんですけど、こちら先に手前を入れて奥を入れる、まあ、このような形になります。それではこちらあれやこれや部品を外しまして、こちら最終的にこのカバーだけになりました。ちなみにクォーターパネル、こちらの取り外し動画も過去に上げてますので、よかったらご覧ください。ではこちら外してみます。よいしょっと。これなんかいけそうじゃないですかね。それでは取り外しした状態がこのような形になっております。まずはスペース的には空いてますね。ちょっとこちらは細かく後で見ていきたいと思います。動画の最初にご覧いただいたこちらがそのコンピューターか通信機器か、まあそんな部品ですね。であとタイヤハウスがありまして、でジャッキ類ですね。あとはガソリンの給油口がこちらにあります。結構スペース的にはいろいろありますね。であちらがエアバッグのセンサーですね。あちらにはなるべく触らないようにしておきましょう。まああとは特質これといってないかとは思います。あ、モーターがここにありますね。パワーバックドアのモーターですね。これこんなちっちゃいんだ。それではこちらバッテリーを固定するステーとかがあったり、こちらあれ固定されてない。ただちょっとよくわかんないですけど、多分吸音材だとは思うんですけど、固定されてないで、ただここに置いてあるだけになりますね。これ戻す時にちゃんと入れておかなかったら落ちますよね。これ落ちますよね完全に。それではこちらワゴン R 用のバッテリーを入れてみたんですが、全然余裕で入りますね。ですのでステイを作ってさえあげればバッテリーを搭載するっていうことは全然可能ですね。ちなみにこの収納の裏側、一体成形となっているので取り外しはできないです。ですのでもし本気で買えるとなったら、このパネルごとハイブリッド用のを手に入れるしかないですね。ちなみにバッテリーの方がカオスバッテリーで 60B19L となります。まあこれよりも小さければ何でも入ると思いますので、高さが20センチで、横が18.5センチで、奥が12.5センチとなっております。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。こちらにバッテリーが搭載できるっていうことが分かりましたので、ちょっとステイを作ったりとか、あとはパネルを入手する、まあそういったところで、まあお金が結構かかってくると思いますが、
これで、まあ、可能性が広がったと思います。バッテリーをその辺に置いておくのではなくて、こういったしっかりと内蔵して外から見えない場所に置けるっていうことが分かっただけでも、まあ、大成功かなと思いました。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルではベルファイアやアルファーズに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。こちらのチャンネル気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。それではこちら GoPro で中の様子を確認していきたいと思います。こちらスペースは確かにあるんですけど、ちょっとそのバッテリーを固定するような台はないですね。これなんだろう、あ、フェンダーというかその辺ですね。ここは空気、まあ外気をこうだから逃がす感じですね。外気を逃がすための作りになってますね。あ、かなり中は深いですね、これ。で、こちら、この蓋は、バンパー裏ですね。バンパーの裏にある蓋ですね。あ、中から外してしまいましたけど、これ外から外すやつですね。ちょっとこれ、これは一回戻します。危うく余計な仕事を増やすところでしたね。こちら。結論としては、何か土台のようなものを取り付けられそうな感じはしなくはないですが、まあちょっとその、ガソリン車専用のやっぱり設計になってるような形になりますね。ただいまこちら GoPro Hero 9にメディアモジュールっていうのをつけて、さらにライト、こちらもつけて撮影しております。これかなり綺麗じゃないですかね。これ単体だけでもすごくイケてる映像が撮れてると思います。あ、ちなみにライトを消しますと、こんな感じになりますね。まあ日中なのであまり気にならないかもしれないですが、こんな感じで暗いところでもしっかり撮れます。もうこれ GoPro 9すごく最高ですね。もう本当に私個人の意見となってしまいますが、これはいい。本当に。多分みんなにみんな勧められるかって言われると、まあそうでもないですけど、こういった車内撮影とか、まあ画角が広いですので、すごく撮りやすいです。いい買い物をしました。